風万能だし、今日はね鍋を、作っていきたいと思います。ローストだし使います。スパイスだしをかけていきます。これをちょっと振りかけて、あ、まあ、だしになります。休まるだし、縮むはずだから思ったよりしめじがでかい。飛ばすね。で、このチーズを混ぜていきます。どうすか、うまそうですか。うまそうです。美味しいです。極上海鮮だし、これを使って今日はおでんを、今日は生姜天、黒はんぺん、おー、黒はんぺんも売ってる、売ってました。で、こうくん、本当は醤油とかみりんとかお酒とかを入れるんですけど、今回はなんとオイスターソースでおでんの味を締めます。醤油とか使わないの？使わないです。オイスターオンリーです。大丈夫なんですか？いやいや、大丈夫なんですか？なんか美味しそうじゃない？美味しいね。この海鮮だしが、その塩気が強いから、チャーハンとかに使ってもいいっていう。調味料、